はい、こんにちは、レトルトと申します。ロストジャッジメント引き続きやっていきたいと思います。キムタクがごとく第2弾ですね。どうやら今回は学園ドラマのような、ストーリーが繰り広げられるらしいんですけども、まだまだちょっとわかんないですね。まあ矢上さんは前回あのぼったくりバーの事件を探偵としてね、解決したってところで、やばい事件がね、とりあえず渋滞を起こしてるんで行きましょうか。とりあえず矢上の、なんかいるな、こいつら戦えんのか。はい、まあ、こいつらをちょっと乗しながらやっていくか。とりあえず、矢上探偵事務所に帰ればいいだけなんで、レベルも上げていかなきゃいけないからな。いい加減にしろ実際のキムタクってこれぐらい強いのかな。とりあえず矢上探偵事務所帰りましょう。さあ帰ってきた。久々だね、この2階だね。ここ探偵事務所、所長は俺で、助手は元ヤクザの海藤さんが一人。どれぐらい儲かってんだろうね。この不景気に何年も続けて立派と言いたいとこだけど、主にはさっきの源田先生からの仕事で食いつないでるって感じだ。でもあんな大変な仕事、本当は目結構もらわなきゃダメだけどね。意外にハイテクも駆使するドローン調査ね。うちの基本はだいたい体を張ってたまに頭も使うスタイルだ。本当キムタクのドラマの第1話見てる感じだわ。さあここがアジトですね。まあいろいろできる感じだけど、待って、何これ、めっちゃゲーム機ある。え、これなんだ、セガマーク3かな。え、マスターシステムか。もうファミコンとかよりももしかしたら古いゲームかもしれませんねなんでこんなとこにこんななんかアナログテレビを用意してまでゲームがあるの。うわ、すげえ。え、こんなにゲームあんの。これもアレックスキッドって言ってね、なんか昔はこうマリオのライバルって言われてたこともあるレトロゲームなんですけど、すごっ欲しいわこの環境、家に。まあちょっとね、でも今回はね、メインストーリーを主にガンガン進めていこうってちょっと心を鬼にして決めてるんで、やっぱメインストーリー追いたいじゃないですか。でしばらくちょっとメインストーリー頑張ろうかなと。まずは一服しようや。杉浦にも電話するんだったろ。はいはいはい。ああそうだ、あのね、杉浦くんっていうのは、イケメンくんですね。あの電話かかってきて、横浜でまあ探偵を始めたって言ってたやつですね。まあ前作では結構キーマンだったんだけど。ああそうだった、まさかあいつが同業者になるなんてな。これで巻き込まれんだろうな俺らの背中に憧れたんだろうよまあそうなんだろうな。実際海藤さんの背中に憧れたかは分からんけど。もう用事は済んだの、矢上さん。すみました、さっきは悪かったよ。今は大丈夫。なんか仕事があるとか言ってた。そうそう、矢上さん、横浜はいいよ。結構探偵の出番が多くてさ。横浜か。しかも今回の案件はね、うまくするとこれから似たような仕事がバンバン入ってきそう。絶対やばい仕事になるよな、これ。なんかやばい話じゃないだろ。絶対やばい話ですよ。矢上さんにそんな話しないって。絶対やばい話ですよ。もしかして僕信用ない。信用ないです。そんなことないけど。信用ないですよ。ならよかった。じゃあ仕事の内容は会ってからのお楽しみね。ふん、わかった。横浜行くのかな。仕事はいつから。早速またこっちまで来てくれたらすぐにでも。わざわざ横浜で行かなきゃいけないんだ。横浜99課って看板出してる。99課。でも矢上さん予定空いてる。予定ね、ないくせに。ちょっと調べて。あ、でも左にちょっと貼ってあるぞ。予定も何もねえだろ今日のだって久々の依頼だったんだからよ。悲しい。そんな風に言ったら安く見られるでしょ。聞こえてるぞ多分。なるほど、駆け出しに仕事恵まれたとあっちゃカッコつかねえか。新宿とかありそうだけどな、仕事結構。なんとかやりくりできたよ。そつけ。お忙しいところすみませんね。絶対バレてる。じゃあ明日海藤さんも来るでしょ。ああ楽しみにしてるよ、よろしく。そっか、何の仕事かは行ってからのお楽しみだってさあの野郎もったいぶりやがって。横浜か、俺あんまり行ったことないんだよね。神室町と横浜が今回の舞台になるんだな。ま、
俺も数回しか行ったことない。ポケモン GO のイベントで行ったことがあるぐらいだ。たまには見聞を広めよっか。カムロ町、まあ東城会っていうね、でっかいヤクザの組織がなくなったことによって、まあ多少は平和にはなってんだろうけどね。おー、まだチャプター1入ってなかったのか。ムレの裏切り者。ムレ、これ学園が舞台だから、教室の中で一人なんかね、いじめとかであって、なんか裏切り者が出たりとか、そういった話なんですかね。これはドロドロするぞ。あ、もう行った横浜。これ龍が如くセブンのね舞台でもあるんですけど、セブン大好きなんだよね。横浜伊勢崎偉人町って場所ですね。まあ実際ここもね本当にあるからね、こういうとこは横浜に。横浜99カット。あー、中華街の方じゃねえんだな。こんな人いたら近寄れないな。ついでにうまいもんでも食えると思ったのによ。そっちもこれから好きなだけ行けるって。多分つくもんとこまで少し距離あるぞ。おい、タクシーで行くか。歩こう。それもいいけど、お金ないから歩こう。ちょっと歩いてみよっか。初めての街だし。悪くねえ考えだな。絶対ここでも絡まれたろうな。絡む、この二人に。この二人をにさ絡もうってやつ、もう頭おかしいとしか思えないんだけどね。でちなみにこうマップあって、こういうとこサブストーリーなんだよね。ただとりあえずぶらついていけばいいのかな。サブストーリーのマークがあるんで、イベント、あ、これか。タバコ、俺が一切寄りつかない場所。この間俺の SNS に怪しいメールが来てさ、あなたの能力高く買っておりますとか言ってんの。ちょっと気になんな。ちょっとだけ見てみるか。どうする。でもなんかイベントは起きな。タバコ吸えんのかな。え、しまった、タバコを切らしてたな。タバコがあればタバコを吸えるみたいな感じなのかな。で、目的地がここだから、うろうろしたらいいのかな。すげー、伊勢崎ロードだって。まあ、赤信号とか一切関係なく進んでますけど、飛び越えられる？うい、飛び越えられない。こうやってね、本当にある街をうろつけるのがね、この竜シリーズの魅力でもあるよな。めっちゃなんかそれっぽいサブストーリーあるな。地下のアイドルミュウミュウ可愛いよね。ちょっと気になる。今は無理なのかな、この感じ。話しかけられないもんね。サブストーリーはここであるよっていうのを知らせてはくれてるのかもしれんな。なんか後ろですごいやばい音鳴ってるけど、なんだ、なんか起きるぞ。よう、ちょっと待て、タボ。どうした？あれ見てみろ。ほう。うわあ。うわ。なんだ。勝手に何撮影してんだ。ひどいな。なんだよ。別にいいじゃん。終わってんなこれ。ここにも書いてねえし。何のためそんなことやってんの。だからなんだよ。理由は俺らの自由っしょ。自由じゃねえよ。うわっ。はい、もう俺助けてます。お前が今倒したよな。いや風だって。おい八神、行け。キムタク行くんだ。うん、風。あ、行け、キムタク。全員ボコれ。いいよ、女も行っちゃおう。女もボコっちゃおう。終わってんなこいつら。最近のガキはやり口が可愛げねえ。やり口というかもう観光気分も台無しだ。バカったってやつだなこれ。考えてることは一緒か。お、学生ボコるんか本当に。確かめてみる。今までね、また言いがかりっすか。相手は悪いやつというかね、ヤクザとかチンピラとかばっかだったんだけど。出ましたね、お前、お前ら。そっちこそ何様なんすか。店の前でたむろされちゃ邪魔だって。ひどいな。そう言っただけだろ。他のお客さんに迷惑だから。開始5分で俺のイライラ半端ないぞこれ。うわっ。へえ、そのスマホ新しいやつ。ちょっといい。お、いいよ。カメラ綺麗に撮れるんだね。親に買ってもらった。おお、キャット今あいつ叩きを。そんなわけないじゃん。証拠残ってないじゃん。それよりこのスマホちょっと汚れてないか。貸してみ。ああ、返せスマホ。殴ってる。スマホね、返して欲しかったらまず倒した看板直そうか。かっこいい。しびれるぞ。マジ舐めやがった。
ほう。避けてんじゃねえぞ。お前、コウスケ君より弱そうだぞ。大丈夫か？いや、たまらんねえ。あ、リュウって書いてある。あー、新しいバトルスタイル出ましたね。敵の攻撃を受けて対処することが得意なバトルスタイル。あんま俺が得意じゃなさそうなバトルスタイルですね、これ。敵の攻撃を受け流す。合気道的なことかな？敵の攻撃が当たる直前に L1。なるほどね。うん、なんか、苦手そう。おー、かっこいい。受け流したらなんか恐れ状態になる。殺した。殺したね、キム。おい、恐れてんのかよ、お前。恋してこいよ、おい。おい、恋してこいよ。いいよ。ふぃー。恐れ状態の敵に三角ってやつやりたいな。あ、恐れ状態来た。恐れ状態来たぞ。ふぃー。うわ、あ、かっこいい。なるほど。あ、恐れてねえな。おい、恐れろ。俺を恐れろ。もう一回やりてえんだ今の。あー、でもこれやっつけちゃうな。すぐやっつけちゃいますねこれ。ういー。おい、恐れろ。前か、一番悪いやつは。うわぁ、かっこいい。恐れてないな。おい、恐れろよ。痛い。恐れろお前。ああ。さっきの横にガーン、かっこいいな。このケースマホを取り上げてね、撮影させないようにしてからのね、悪ガキたちを懲らしめる。ダメだ、学生も全然ボコボコにするのいいな。これ桐生さんだったらやらないからね。堅気相手に暴力はしないからね。お前さっきの技はなんだよ。ああこっそり腕磨いてやがってね。合気道か。そんないいもんじゃないよ、ただの我流。なるほど。けどガキ相手にはちょうどいいだろ。学生相手にはこの技で戦うみたいなことなのかな。これあいつらの落とし物です。え、スマホ置いてったの。好きに処分しちゃっていいと思いますよ。 ありがとうございました。ああ、本当に助かりました。いや、そりゃ嬉しいだろう。本当はこんな英雄なんて来ないもんな。高校の学生たちですよ。一応進学校なんだけど、程度が低いっていうか。進学校なの？子供なんです。世の中舐めてますって顔してたな。東大行けあいつら。あんな真似してたらすぐ東大会に入れ。この辺も少し裏に入れば怖いのがいますよ。ヤクザとかハンピンリューマンってギャングとか。ハンピンリューマン。そういう奴らの前ではやんちゃなんかしません。相手を選んで生きがってるわけですか。そうね。ええ、自分たちより弱そうな相手にね。この人弱そうに別に見えんけどな。どうでしょう。でも私は嬉しかったですよ。他に誰も助けてくれなかったけど、あなた方は違った。いいねこれ。この辺の人じゃないんですか。まあ、町です。こっちでちょいと一仕事する予定だ。横浜99課って探偵事務所、あんた知ってる。できたばっかだから知らんだろ。すみません、聞いたことないですね。うん、いいんです。じゃ俺らはそろそろ。いや、英雄だな。え、よかったらこれ受け取ってください。いや、別にいいのに。気持ちです。いや、別に大丈夫だよ。なんだよ、リストバンドって。いらんわ。1万円ぐらいくれんのかなと思ったら。リストバンドってなんだよ。防具アイテム。アイテムの中には装備することで役立つ効果を発揮するものがあります。まあ、これはよくあるやつだよな。まあ、装備しましょう。リストバンド。よかったな。あったあった。横浜つくもか。どうやって入んの。ここから入んのかな。あ、どっから入んだ。ここか。横浜つくもか。横浜99か。あ、99かでいいのか。あいつはつくもって名前だけど。へえ、案外しっかりしてるな。ね、まあ東京の新宿のね、歌舞伎町の家賃は高いからこっちの方がさすがにね、安いんだろうけど。こんにちは。柄悪いな。うわ、めっちゃいいとこ。すげえいいとこ。おしゃれすぎる。どうもご無沙汰でした、矢上氏。つくもさんですね、この人。つくも誠一。
所長、ずっと寝カフェにいたのにな。いらっしゃい、お二人さん、元気だった？この野郎、連絡もよこさねえで、超立派。こんな事務所。強いからな、この人。おお、おお、すごい。すごい、すごい。シャラクシーすごっ。さすが元泥棒、前より腕上げた。泥棒じゃなくて窃盗団ね。もう泥棒じゃねえか。やだな、僕は私利私欲で盗む連中とは違うから。まあ、そういうことしてたんですね昔は。強気をくじいて弱気を助ける、義賊的なやつだよ。まあそれもずっと前に足洗ったわけだけど。はい、杉浦ふみやでいいのかな。いい事務所だな、少しうちに似てる。憧れてんのか。僕らが目指すは八神探偵事務所だから、憧れの先輩ですよ。嬉しそう、嬉しそう。ささ、どうぞおかけになってくだされ。早速依頼内容のブリーフィングを。なんだブリーフィングって。状況説明ってこと。学校に潜入したりすんのかな。説明しましょう。アジェンダ、議題のことね。うちの所長、意識高い系の会社を参考にしてんだよね。アジェンダってなんか付き合ってあげて。なんかどっかで覚えた気がするけど、何のことか覚えてないな。議題ってことかな。そう、どんな依頼なんでしょう。学校に忍び込むとかがいいな。学生のね、キムタク見たいもんね。というわけで、あ、出た、ギャルゲーパート。賜りたいのは、最近探偵業へ増えつつある案件でして。うん、どうでしょう、なんとなくお分かりになりますかな。探偵業に増えそうな。神室町じゃまず来ない案件だと思うね。不倫とかは絶対神室町来るよね。横浜ならではってことか。ほう、分かった。じゃあもうあれしかねえ。中華街を仕切ってる連中の島争いだ。探偵の依頼じゃないだろそれ。ああ、そういやこの辺ハンピンリューマンってギャングがいるんだって。ハンピーリューマン。そう、そのハンピンなんとかの構想が依頼のネタだ。今のところこちらにギャングの構想はありません。ないんだね。我が社で増えている依頼というのは、いじめについての調査報告です。出ましたね。いじめか。これは我がレトルトチャンネルに結構メインコンテンツでもあるからな。うちの子がいじめられたようだから証拠を集めてくれとか、うん、加害者を特定してほしいといったものですな。いや、学校に忍び込みて。自分の子供にいじめの証拠があったら裁判楽だし、それで学校にも責任問えるでしょ。そうね。子供っていくつぐらいの。高校生かな。一番多いのは中学生です。はあ。あの時期の男子はテストステロンという性ホルモンが急激に増えるんです。はあ、詳しい。すると攻撃性や支配欲が強まるんですが、まだ脳が未熟で理性が効きません。それでいじめが起きやすくなります。高校生よりも確かに中学生とか小学生の方がいじめ多いかもな。ただ今のは男子限定の話なんだろ。女子にだっていじめはあるよな。そうね。ええ、いじめには他にオキシトシンという脳内ホルモンも関係すると言われています。オキシトシン。オキシトシンは男女問わず仲間への親愛を司るもので、例えば母親が子供を見たりした時に多く分泌されます。母性的な感じか。うん、それだけ聞くと善玉みたいだけど。そうですね。太古の昔、オキシトシンを持つようになって人は仲間と助け合うことができました。ものすごいこれ。特に出産直後に子を抱えて無防備な女性には仲間たちの助けが必要でした。オキシトシンがその支え合いを促したんです。本編から、うん、そして本筋から離れてるよね。そうした行動を取れる群れでなければ子を育てられず厳しい自然を生き残れなかったでしょう。なるほど。しかしやがてこの仲間への思いが強くなっていくと、今度は群れの足を引っ張る存在を裏切り者とみなすようになりました。なるほど、これがテーマだな。例えば働きもしないのにただ収穫物を食べるだけのもの、彼らを放っておいてはやがて誰も働かなくなり、その群れは全滅してしまいます。確かにな。だから裏切り者には仲間内で制裁が加えられました。うん、当時群れが生き残るためにその制裁は正義だったはずです。裏切ってるんだからな。裏切り者をきっちり迫害した群れほど結果的に淘汰されずに済んだでしょう。つまりそれが私たちの祖先です。なるほど。じゃあいじめはその時の名残ってこと。裏切り者っていうわけじゃないでしょ。いじめられて、いじめられっ子もな。
全部ホルモンのせいかよ。もちろんそうは言いません。でも人は仲間内の異物を排除する傾向にありますよ ね、まあ、ね、空気の読めないものを KY、 反応の鈍いものをノリが悪いといじめませんか。歴史上もそうやっていろんなマイノリティが迫害されてきました。なるほど、ね、世界中で古今東西を問わず。お、調べてる、ちゃんとこの辺全部いじめ関連の資料か。ちゃんとね、あの依頼にちゃんと前向きに調べてね。偉いよね、このつくも。だいぶ勉強したみたいだな。ね、主につくもくんがね。僕は体張る担当のもんで。なるほど。まあ、でもこれは裁判とかでもよく出てくることだろうね。この量片っ端から読んでるってことはそれだけいじめ絡みの依頼が多いのか。ではついでながらもう一つ面白い話があります。うん。人は裏切り者を見つけるとそれを制裁したいという欲求に駆られます。なぜならそうした制裁を下すと脳がドーパミンという快楽物質を出すんですよ。ほう。つまり正義をなすとき人は食事やセックスをするのと同じぐらいの快感を得てしまうんです。いじめると気分悪くなるけどね。その正義が歪んだものだったら大変だ。暴走して歯止めが効かなくなる。まさにその通りなのです、八神氏。で、俺らに手借りてって依頼もそのいじめ絡みなんだよな。ええ、依頼人はとある私立校の理事長です。え、理事長。校内にいじめがないかしらみつぶしに調べてほしいというのですよ。理事長はいじめない方が嬉しいな。その学校の規模は1学年にクラスが6つ、3学年で18クラスです、ね、まあまあ大きいね。全校生徒600人余りです。僕と杉浦氏だけでは手が足りません。よくこんなちっちゃな探偵事務所に依頼来たな。その依頼人と外で会うことになってんだ。そこで詳しい内容を聞く予定。なるほど。でその時は2人にもいてもらいたいんだけどいいよね。段取りいいじゃねえか。駆け出しの探偵者にしちゃ上出来だ。すごい大きな仕事だね。それまではご自由にどうぞ。場所は八神さんたちの歓迎も兼ねて中華街の店をセッティングしといたから、教員楼って店に現地集合でお願い。教員楼。お気遣いどうも。へえ、面白いな。なんかつくもさんは賢いね。つくもはなんかこのいじめを生物学的になんかね捉えてちょっとね勉強してるというか。どうなっていくんだろうなこれ。さあ着きました。その間ザコとかも結構戦ったね。ここだ。中華料理屋か。中華街行ったことないな横浜。そろそろ着きましたかな八神氏。我々はもう着いていますぞ。ああ、今店の前。理事長タウンだもんね。では受付でつくもの連れだと言ってください。はい、了解。どうしよう、暗殺教室に出てくる理事長みたいなやつが出てきたら。あいつずっと満喫で引きこもりだったんだろう、ね、俺らももううかうかしてらんないね。社会復帰したんだね。もともとね、なんかいろんなことはできるやつだったけどね。おっ、入った。いやこれね、ほんとプレステ5だからロード9のすごい。さあさあ、こちらが先日お話しした。優しそうだよ。海藤さんです。優しそう。カムロ町の名探偵ですぞ。つくもさんからお噂は金がね。わ、声いい。私は奥田と申します。はいはい。私立清涼高校の理事長をしております。ジブリとかでね結構聞く声だねこれ。奥田雄三。清涼高校ってこれなあ、あいつだよね。清涼高校ってあそこのね、さっき店員煽ってたガキどもの進学校なのにね。そうだね。何か今日町でお宅の生徒さんたちを見かけました。店の人を怒らせといてそれをスマホで撮ってたんです。 7,8 人で取り囲みながら。どういう教育しとるんだ。じゃあ八神さんたちがそんなの見たら素通りできないよね。ボコりました。おお、まとめて鉄拳指導してやったぜ。あんま言わんほうがいいよ。いや、ではその私は聞かなかったことにした方が良さそうだ。いい人そうだな、この理事長。そう言うなよ、理事長。腹割ってオープンに行こうや。海藤さんはもうちょいビジネスライクにしようか。そうだね。奥田理事長、明日から早速調査に入りますが、奥田理事長、
改めて詳しい依頼内容を教えていただけますか。ええ、もちろんです。でも奥田理事長なんかごついね。つくもの身長を考えると。本校も日頃いじめ問題に取り組んではいますが、うん、それでも常に不安なんです。果たして十分に防止できているのか。できてねえだろ、あれを見る。もしすでにいじめが芽吹いていたなら、深刻化する前に摘み取るべきでしょう。そうね。つまりできるならその事前の予防です。なるほど。それで探偵に病気治す前にならないと、そんな風に思っていた時、99課の看板が目に入ってきましてね、うん、ホームページを見たらすでにいじめの調査なども実績としてあった。もう何件かやってんだ。これは運命かなと。な、大げさな。けどうちが今までやってきた案件って大抵最初からいじめの加害者は誰か分かってるわけで、僕らはその証拠を揃えてきた、うん、今回みたいにあるかどうかも分からないいじめを探すっていうのは初めてでさ。いやでもあるんでしょう。ここに集いし4人の探偵が必要なのですよ。なんか作戦があんだな。ええ、今回の証拠の収集には動画撮影が有効です。はい、すでに小型の隠しカメラをかき集めてありますよ。校内に仕掛けんのかこれ。それをいじめの起きそうな校内の死角に仕掛けていこうかと。まずは期間限定で2週間ほど撮影することにしましょう。2週間ここに入り込むってことか。いじめを隠し撮りってことか。ただもしその隠しカメラがうっかりバレたりしたら大問題になります。誰にも気づかれない場所へ巧妙に仕掛けなければなりません。そこがベテラン探偵の出番というわけ。学校って監視カメラみたいなのはないよ。よく言うよ。今もないのかな。守衛さんや先生たちにも隠し撮りのことは内緒。この件は理事長と僕らしか知らないですよね。ええ、知っている人間が多いほど秘密は漏れるものですから、うん、それに八神さんは神室町でいくつも難事件を解決してきたと伺っています。あの医療ミスの事故もね、この依頼を完璧に果たしていただける方だと。どうぞよろしくお願いします。どんどんハードル上げられていくね、多忙。では八神氏、何か理事長にお聞きしたいことがあればどうぞ。お、いいね、ベテランの仕事ぶり。まあ、俺的にはもういじめはあること知ってんじゃねえかなって思うんですよね。なんかやりにくいな。あの一つ目のあの死体の事件のねやつもあったじゃないですか。あのいじめが、自分の息子がいじめられていましてみたいなことをね言っててね、あの痴漢で捕まった男の人が、多分痴漢で捕まってないんだろうね。でそこで死んだ人がきっと、死んだその子供、江原さんだっけな、依頼人の子供が多分ここの学校、清涼高校の人なんじゃないかな。わざわざ探偵を雇う理由は、オタクの生徒を殴ってしまった。いじめがあった場合の対処は、北京ダンク頼んでもいいっすか。いいっすか。とりあえずね。理事長も好きですかね、北京ダンク。北京ダンクないとね。ええ、まあよかった、俺も好きなんです。じゃあちょっとお願いします。あの甘辛いソースとパリパリの鶏皮感っていうんですかね。北京ダックってすごいなんかさ、でかいなんかこう丸焼きみたいなのが出てくるイメージあるけどさ、遠慮は体に毒ですぞ。実際出てきたらなんかパリッとちっちゃいせんべいみたいなの出てくるよね。美味しいけどさ。集中してくだされ。追加でお出しとくの、はい、恥かかせんなよ。回答さんに言われるのやだなと和んだところで、次は何を話す。これが弁護士のテクニックよ、探偵の。これはもうダメなんだね。そのいじめ見つかったら、あなたは隠蔽しようとかねしてる可能性あるんじゃないかなと。なんか手とかでかいしさ、意外と体もごついんだよこの理事長。もしかしたら急にね、豹変して八神と戦うなんてこともあるかもしれないからね。全て疑うよ俺は。もし調べた結果いじめがあったらどうするんです。そうです、もちろん隠蔽するなら俺はやらないよ。学校側で指導します。県にも報告しなければなりません。えらい。そうすると先生たちは仕事が増えちゃうよね。生徒に聞き取りしたり、いろんな書類を書いたりさ。いじめって隠蔽されてるイメージしかないもんな、学校で。あったりして。ええ、残念ながらあるでしょうね、うん、ただでさえ仕事の多い教師たちが進んでいじめを見つけ出したいかというか、まあ、先生は大変な仕事だからな。できればないに越したことはない。じゃあいじめ見つけたら
ボーナス出してやるってのはどうだ。進んで見つけたくなるぜ。さすがにそういうのはまずいんじゃない。私立だと、まあできんのかな。一案かもしれませんよ。まだ完璧ないじめへの対処法というのはどこにもないんですから。なるほどね。まあ一応ちゃんと報告するっていう現地は取れたな。お宅の生徒殴っちゃいました。あのさっきはなんとなくうやむやにしちゃったんですけど、今日街でお宅の生徒ボコボコにしちゃいました。そのことはもう大丈夫ですかね。そっちの方が大問題な気もするけどね。あれその話はもう聞かなかったことにしますので。理事長わかるね。ただこれだけは言っとくぜ、同じ状況に出くわしたら俺はまた連中を締めっからよ。わ、遠慮する気はねえ。正義感あるね。相変わらずだね、八神探偵事務所は。じゃあわざわざ探偵を雇う理由は、まあ、自分たちで探すこともできるよね。理事長がわざわざ探偵を雇う理由聞かせてもらえません。それはですから深刻化する前にいじめを見つけたい。まだ深刻化してないって思ってるのか。先生方が目を光らせてるだけでは足りないと。ええ、あいにくそれだけでは少し心配でしてね。ああ、彼らの申告だけでは信用してないというか。なんかやべえ教師とかいんのか。俺も恨みや本舗とかね、あの闇の深い漫画とか読みすぎててね、もう教師とか悪いやつばっかり見えちゃうんだよね。そんなことはないんだろうけどさ、理事長は現場の教師を信用していない。何かそうなった理由でもあるのか。まあ教師もしね、隠蔽するよね、そりゃ。いじめがあるクラスを受け持ってたら評価につながっちゃうしな、悪い評価に。先生方を信用できないとは。奥田さんはさっき先生方の申告を信用しきれないってそんな風に言ってましたよね。うん、人のやることですから、見落としや勘違いでいじめに気づかないこともあるでしょう。もう少し含みのある感じに聞こえました。腹を割って聞かせてください。確かに。何かあるんですか。なんと言いますか、やっぱ濁してんね。実はおもう4年前になりますが、これがうちの高校で生徒が一人自殺をしています。あの裁判のやつだよこれ。自宅で首を吊って。はい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 。それはいじめが原因で。いえ、第三者委員会を設置して調査をしました。いじめの事実は確認されてません。たまに聞くけど第三者委員会って本当に第三者なのって思っちゃうよね。裁判所詳しく知らないから自殺した生徒は保護者から訴えられたんです。あ、学校でいじめがあったんじゃないのかと。これがあの警察の人か。確かにそういう書き込みがあって、痴漢事件のとはいえ他に客観的な証拠はなく、結局裁判所もうちに責任はないと言ってくれたんです。なるほど。実際に理事長の目から見ていじめはなかったんですか。なかったと信じたいです。でもただ正直そう生きるには私と現場の距離は遠かったように思います。理事長だもんね。校長とかでもちょっと遠い気がする。生徒たちも私の目には問題ないように見えます。みんなまだ幼いものですよ。いやいやしかし例えば2月ほど前、はい、教育実習に来てた学生が心を病んでしまったのか、突然来なくなりました。やべえクラスあるよこれ。生徒にいびられたってことか。さあもしかしたらそうだったかもしれませんが、未だに彼のことは分からずじまいです。生徒らとなかなかうまくやっていると思ってたんですがね。その後ご家族の方で捜索願いを出したと聞いています。へえ。4年前に生徒が自殺、最近は教育実習生が失踪、結構いろいろある学校だな。まあ、どっちも死んでるかもしんないよね。まあ、どっちもっていうかあの教育実習生の方もね。とにかくそういうわけで皆さんにはどうか見えにくい学校の影へ光を当てていただきたい。それが私の今回の依頼なんです。なるほど、もう仕事の話をしましょう。いやまだまだしていった方がいいと思うけどね。まあとりあえず北京ダック食べるか。お話を伺っていろいろ分かりました、うん、とりあえず仕事の話はこんなとこか。うん、そうですね。
あとは実際に現場を見てみませんと。その時またお話を伺うかもしれません。それはもちろん。よし、じゃあもう食っていいな。北京ダック食べていいですか。今まで遠慮してたみたいに言ってんの。気にせず食べてたくせに。確かに。そいつはどうだろうね。今から食うんだな。よお兄さん、スイカだ。こっからが本番よ。厨房は温まってんだろうな。結構な量よこれ。そんなに安い店じゃないよな。出してくれんの。ご安心くだされ八神氏。いいの。二人の歓迎も兼ねてご馳走しますから。こっちがご馳走してくれんの。あ、じゃあ俺も追加で。ペギナック、こいつ悪いやつだったりしてんだろうな。この赤い人。あ、いやでもなんか、うん、この学園ものの導入としてはすっごいワクワクするねこれ。事件の関係者、はいはい、いろんなやつ後から読むことができるってやつだ。あー、普通に学園ドラマ見てる感じで楽しい。いやー、初日からご苦労様でした。俺ヤガミ氏、ヤガミ氏、先ほどは細かい話も出ましたが、うん、要は清涼高校でいじめの事実を見つければいいのです。なるほど。ああ、学校に隠しカメラを仕掛けるって言ってたな。ええ、数に限りがあるので明日仕掛ける場所を探りましょう。おー、もう明日からですか。校内へは空調整備に来た業者の手で潜入するつもりです。なるほど。つなぎでも切ろってのか。実はもう人数分作業服を用意してありますよ。前作も作業服着るみたいになったね。今回の仕事で我々の調査を承知しているのは理事長一人なので、生徒や他の先生方の目をごまかさなくてはなりません。うん、分かったよ。まあいい、今日はこんなとこだ。協力者が少ないっていうのはちょっと難しいね。それもそうですな。では八神氏たち、これからはここを自分の事務所だと思って自由にお過ごしくだされ。なんかあんまカムロ町に帰ったりすることってないのかな。あ、これこのこれ前作でね、杉浦くんがね被っていた仮面ですけどね、飾ってる。僕は夜行性ゆえこの時間からが本領発揮。寝床はそこのソファーが見た目以上の寝心地ですぞ。あ、あれですか、ありがとうございます。ここにあんのが作業服なのかな。このほら、この青色のやつ。偉人帳も悪くねえな。仕事もぶっちゃけガキ相手だ、うん、極道半グレに比べりゃ楽だわな。めっちゃ高いチャーハンって食ってみたいわ。チャーハンの最上級って食ってみたい。なんかいろいろあるけどさ、あの中華料理もう全部いらないから俺はチャーハンだけを食いたい。お、杉浦君は話せないのかな。じゃあここで寝んのか。カムロ町に戻ることはそんなにないのかな。はあ、どうした。 おら、あ、じゃあやらかしちゃって僕としたことが。ん、お、なんかサブストーリーみたいなのが始まりそうですね。ネットショッピングでさ、同じスケートボード間違えて2つも買っちゃったんだ。もしかしてコナン君みたいに乗れるんですか。なんでそんなことに。限定品のボードで抽選制だったから落ちると思って2つのサイトで予約したわけ。あー、そしたら当たっちゃったんだ。なんか汚れてない。困ったな。そしたら両方止まったっちゃって、今日2つ目が届いたってわけ。返品できないのか、それかネットで売っちまうとか。限定だったら高いかもよ。よくないのかな、そういうの。返品は無理みたい。ネットで売るのは考えたよ。プレミア化して倍の価格になってるから。けどさ、なんだよ、倍で売れるなら余計いいじゃねえか。儲けもんだ。なんと、えらい。えらいぞ。いけません、なりませんぞ。このつくもの目が来るうちは転売だけは許しません、断じて。えらい。社会問題にね、切りかかってますよこれ。どうした、珍しく怒って。彼アンチ転売屋なの。最近レアモノフィギュアの争奪戦に負けた挙句転売屋に屈したみたいでさ、買っとんじゃねえか。そんなことが。屈したってことは買ったんだ。買ったんだよね。とあるゲームの限定版を市場価格の3倍で購入しました。あー、まあプレステ5とかもねありますよね。転売屋に屈したくはないのに買わざるを得ない、この悔しさが分かりますか。そうね、どれぐらいから転売って言えるんだろうね。なんか新しいものをさ、すぐ売ったら転売だと思うんだけどさ。俺もまあ昔のレトロゲームとか集めてるんだけど、それってもう通常の値段よりも倍どころの話じゃないわけじゃないですか。でもそれってもう手に入んないものだから、それを大事に保管しておいたからとかいう考えもあるわけでね。転売って難しいよな。
ってわけで2枚のスケボーの扱いに困ってるんだ。杉浦氏、矢上氏に使ってもらってはいかがでしょう。偉人帳あちこち駆け回るには便利でしょうし、まあ、たまにいるけどね、スケボー乗ってる人たまにね、本当に。矢上さんに、あ、それいいかも。ありがとう。え、ただでいいのか。価値のあるものなんだろう。そこは出世払いで。けどでかい案件片付けて報酬が入ったらパーッとおごってよ。そうか、だったらありがたく使わせてもらうよ。やったー、ブルートライバル。何、商人の鏡っていうトロフィー。期待してるよ。街で乗り回してもいいけど、歩道は走っちゃダメだから、人のいるところじゃ危ないからね。ああ走りてー、どうした、まさかまた転売に屈するのかお前。んつくもくん、どうしたの。お、駅前の恵比寿屋にラブスターの5周年記念限定カラーのフィギュアが売っているそうなのです。早く行けじゃ。ネットの掲示板情報ですが、どうやらデマではなさそうですぞ。これは購入せねば。すでに転売屋に狙われているようですし、いざ。そう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 。でもこのなんかフィギュア、このね、あの事務所はフィギュアとか飾らずおしゃれだけどね。しかし、あー急がないと。これを逃したらまた転売屋から購入する羽目に。ダメダメ、仕事優先でしょ。これはもうヤガミがやるしかないね。あー、わかったわかった、買ってくりゃいいだろう。ちょ待てよ、お願いします。転売屋がすでに向かってるようなので、できれば急いで。ああ、こんな夜に急にこんな夜にさ、入荷することあんの。それもうなんか中古屋ってことじゃないの。中古屋だったらもうそれさ、値段上がってるからさ、絶対転売みたいなもんなんじゃないの。あ、このサイドケースですね。スケボー探偵バサス転売屋、お願いします。八神氏、転売屋か。この龍が如くはね、この今のこの時事問題とかがめっちゃ出てくるのがいいのよね。転売屋が掲示板に書き込んだタイミングから察するに、おそらくあと3分ほどで現地に到着する ものと思われます。転売屋が掲示板に書き込んだ。分かった、それより早く着けばいいんだな。転売屋なんでそのそこ売ってる情報みたいなの言うの。高いフィギュアだな、2万円。おお、はーい。いや、俺道ちゃんと覚えてねえぞ。スケートボードについて、スケートボードは広い場所で高速移動が可能な乗り物です。使用可能な場所で R2 を押し続けることで取り出す。あ、走るやつで走ってったらスケボーになるんだ。街中ではスケートボード移動中のみコイン型のスケボーポイントを取得することができると。デザインボードもあると、登場中は×での加速や丸のジャンプ、はいはいはい、×を押していいと。丸を押してすぐ離すと通常のジャンプ、丸を押して2段階目のため状態に対応した高、なんか難しそう。よし、道書いてあるな、急いで。いや、いいの、いいの。あ、ここは歩道だからダメなのね。でも道こっちなのよね。道、待って待って、道は、あ、この道で合ってんのね。はいはいはい、歩道だからな。でもここに着けたは多分いいんだよね。いや、道順ちゃんと考え、いや、実はこう行った方がいいとか、いや、こっちでいいんだよね多分。3分はたどり着けるでしょ。来るなよ来るなよ、危ない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 。スケボーポイントをゲット。スケボーって車道走っていいんでしたっけ。おお、すげえ、何それかっこいい。事故った、かわいそう、めっちゃ事故ったな。全然行き先が違うこと気づいたけど、まあなんとか間に合ってますねこれ。あ、ここで売ってんだ。全然フィギュア売ってなさそうだけど。これラブスターの限定フィギュアがあるって聞いてきたんですけど。あ、あるよ、プレミア価格で2万円だけど。かこれって転売じゃないの。これ転売じゃないんですか。これなんかネンドロイドっぽいですねこれ。私もネンドロイドになってるんでね、持ってないですけど。ええ、それください。毎度。やったー、買えたよー。あ、転売屋か。こんな転売屋なの。転売ヤクザ。ひどい味遅かったようだな。あんたがつくもが言ってた転売屋。そのフィギュア置いてけ。俺のしのぎだ。嘘だろ。よっぽど高く売れんのかな。
早いもん勝ちだ。やらねえよ。だったら無理やり取り、うわー武器持ってるよ。おいおい、どんだけ価値あるんだよこのフィギュア。この恵比寿屋ももっと高くて売れよじゃあって思っちゃうけどね。どうしようかな。1000もあるし、待て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 、いろんなやつでやりたいんだよ。ういおい、じゃあゴン箱でやっちゃおうかな。キック、全然痛くなさそうじゃないこれ。ペコって当たるだけだもんな。ういキック、ういキック、弱いな。転売なめんなよ。転売屋をぶちのめす5000円。結構これスキルポイントも上がったので結構強化してもいいな。これやっつけましたよ、つくもし。いやー、やがみし、おかげさまでいいものゲットできました。笑いすぎだよ、このつくも転売屋に屈せず。それになってた転売屋が襲いかかってきたけど、よっぽど価値のあるものなのか。そうですとも。エビス屋の店主は知らなかったようですが、これは制作がキャンセルされた幻のデコマス。え、じゃあこれ世に出回ってないものってこと？一般に流通しなかったフィギュアの彩色見本なのですな。世界にはこれ含めて2つしかないのです。これは激レアだ、相当レアだな。ですので市場で30万円前後の価値がついてると言われております。エビス屋の店長ダメだなそれは。逆にマジで30万、このフィギュアが。マジかよ、はあ、そりゃ転売屋も必死になるわけだ。素晴らしいものは転売屋になどではなく、このその良さが分かる人間が手にするべきです。感謝しておりますぞ。次の氏がスケボーの転売を思いとどまってくれたおかげで、こうして手にすることができました。これで心置きなく仕事の準備に専念できます。正常校のミッションも必ずや成功することでしょう。素晴らしいね、転売屋に屈せずだ。今日はもう休むか。はい、これでまあ一パート立ちましたかね。ちょっと冒頭までちょっとやって終わるか。ソファーで休む。矢上氏、昨日言っていた業者風の作業服を用意してありますぞ。はい、清涼高校へ行く前にスタンバイしてくだされ。これは着てる服みたいな。サイズはバッチリのはずです。怖い怖い怖い。矢上氏の体のことは完璧に把握しておりますゆえ。前作も結構変装ミッションみたいなありましたからね。つくもの仕事に不満だったことはないよ。めちゃくちゃな服装とかもあったもんな。変装について、変装はアイテムアプリで行います。アイテムアプリ、おお勝手に動いてる。いつでもできんのかな。はい、作業服、あいいね。作業服でもかっこいいんだから。はい、伊勢崎ロード、学校はどこにあるんだろうね。あヒーローみたいな歩いてきてるよ。パパンパパン、ヒーローみたい。かっこいい。かっこいい、ヒーローみたい。ちょっとやってんのかなこれ。パロディ違うって違う、かっこよすぎるだろこれ。おかしいおかしい、あいつら堂々と歩きすぎなんだよ。清涼高校へはこちらからタクシーで参りましょう。この物語よろしいですかな。頑張る、怪しいな。うちにとっても矢上氏にとっても今後大口案件になる可能性があります。そうね、絶対に成功させましょう。わあ。来る依頼に重いも軽いもね、どの打席でもフルスイングがうちのスタイルだ。掃除要員の作業服だけどかっこいいだね。じゃ早速行ってみようか。めっちゃ作業服の人たちがたむろしてますね。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。パート2はこれぐらいにしておきましょう。いや、ワクワクが半端ないね。まあ、前作は医療ドラマだったんだけど、まあ、今回は学園もの、学園ドラマみたいな感じになってくるんでしょうか。もうマジで第2シーズンって感じだねドラマの。はい、じゃあ次回もお楽しみください。多分明日です。